大いなる野望は、エドワード・ドミトリクが監督した1964年のアメリカ合衆国の映画である。ハワード・ヒューズを大まかなモデルとした、ハロル・ド・ロビンズのベストセラー小説、大いなる野望に基づいて制作された。ジョナス・コード・ジュニア役で、ジョージ・ペパードが主演し、アラン・ラットが、西部のガンスリンガーで、後に俳優になったネバダ・スミスとして出演した。アラン・ラットはこの映画が、 最後の出演作となった。この映画は1960年代のセクシャル革命としての画期的な作品となった。小説でたびたび描写されていたように映画にも男女間の砲丸や当てこすり、そしてサディズムが含まれていて当時の他の映画よりも進歩的であった。フィルムは 35mm パナビジョンで撮影されて1964年4月に公開されたが、 7 0トルに拡大されて上映されたシアターがあった。2年後の1966年にネバダ・スミスが公開されてスティーブ・マック・イーンが主演した。この映画に登場したアラン・ダッドが演じたキャラクターの過去を描いた作品であった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。